カリー軍はアメリカ合衆国オレゴン州にある軍の一つである。軍名はオレゴン準州知事を務めたジョージロー・カリーにちなむ。軍庁所在地はゴールドビーチである。1852年に川の中や海岸沿いから金などの貴金属が発見されると水運を頼って多くの人々がカリー軍の海岸地域に入植した。 内陸側の交通はなかなか発達が進まず、20世紀に入っても陸の孤島の状態に甘んじていた。ガサケット山一帯は、今でもコバルト、ニッケル、クロムの採掘が行われているが、カリー軍はすでに農業、伐木を中心とした経済に転向している。ローソンヒノキ、マートルウッドが主要な輸出資源である。 カリー群には牛や羊を育てるのに適した優れた放牧地帯がある。また、ブルーベリー、園芸用の苗木の生産が盛んなほか、アメリカ合衆国国内で栽培される鉄砲百合のうち90%がカリー群で栽培されている。2001年、カリー群で自生するタンオークが菓し突然腰病菌感染による多く、突然死病で打撃を受け、 同軍の内義生産に支障をきたしたが、うまいことに感染を19平方キロメートルの範囲に止めることができた。観光もまたカリー軍の経済で重要な位置を占めている。米国森林局が州内の面積の59%を保有している。ポートオブブルッキングズはオレゴン海岸で最も安全な港だとされる。ブランコ岬崎灯台テープ。 ブランコライトもともとカリー軍3900平方キロメートルの面積を有していたが、隣接するクーズ軍とジョセフィーン軍との軍境線調整により、面積は5150平方キロメートルに拡大した。その中の4215平方キロメートルが陸地935平方キロメートルが水面である。オレゴン州最西,西端となるブランコ岬がカリー軍に所在する。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである人種別人口構生年齢別人口構生世帯と家族収入と家計ありがとうございます。